はいどうも B 賞です。えー、今日はダークナイトシリーズの新スクトイズ、バッドマンアーマリービズブルースウェイン2.0が発表されたので、フィギュアのプレビューと役情報を紹介していきます。普段このチャンネルでは、ホットイズを中心にフィギュアのレビュー、カスタム動画投稿しているので、ホットイズは良い,いやつといったら6日付けるフィギュアに興味あ方はぜひチャンネル登録お願いします。カスタムのやについては、X だったり、インスタグラムで見るからメッセージをお願いします。ということでまあ今回、ダークナイトシリーズのアーマリーセット2.0が発表されたんですけど、正直この発表ね、今回驚きましたね。一週間くらい前にダークナイトライジングシリーズのアーズのアーマンについて、 されていて、まあ、このチャンネルでもその情報をね。紹介はしたんですけど、今回そのラインナップとはまた別のものになっていて、ダークナイトシリーズとして製品化されているようです。率直に思ったこととしてはまあ、クオリティに文句はないんですけど、正直このラインナップ自体はね。意味わかんないなと思っちゃいましたね。まあ、ダークナイトバットマンについては、最近のものを見ると、まず dx19 が発売された。直後に先日アップデートがあったライジング版のアーマリーセットが発表されて、まあ、今回に関してはそのアあまりセットが発売する前にダークナイト版が発表されたということで、この流れを見てもね。まあ、発表のスパンというかタイミングが。 過ぎないかなと思いましたね。まあ、それぞれ予約が開始されたタイミングではもちろんね。それを楽しみにして買ってる人がいると思うんですけど、発売された直後に新しいものがすぐに発表されたりとか。まあ、今回のこのダークナイト版についても、まあ、そもそもライジング版がね。発売されていない段階で新しいものが発表されたということで、前に発表されているものを予約している人からするとちょっとね。納得できないのかなっていう風うには思っていますね。まあ、アップデートがあったライジング版に関しては、現在どこでも予約ができなくなってるかなと思うので、それを逃していた方からすると今回発表されたまあ、ダークナイト版あまりの発表はたまらない。ラインナップかもしれないんですけど。 ライジング版を予約していた方からすると結構厳しいというか、前提的な印象を見ても、ま、個人的には今回発表されたダークナイト版の方がクオリティとかも上には見えるので SN、SNS の意見とかを見ていても、このタイミングでの発表に納得している人は少ないんじゃないかなと思いましたね。ラインナップもあまり生徒のみになっていて、例えばね、スーツ単体だったりとか、ブルースウェイン単体とかのラインナップがあれば、比較的購入しやすかったりとか、ぜひ買いたいなと思うフィギュアにはなっていたと思うんですけど、ま、にライジング版予約している人からしても、よほどお金に余裕のあるファンだったりとか、ま、すべてコンプリートしている方以外にはちょっと 厳しいラインナップになっているかな？というのが正直な感想です。フィギュア自体はね。かなりクオリティ高いと思いますし。しまあ、先日のアップデートも今回もろに反映されているラインナップになっていると思うので、早速詳細見ていきましょう。で。まあ、今回このラインナップについては2.0シリーズということで、各施策ではアルフレッドがセットになっていたものが、今回のものにアップデートされています。まあ、アルフレッド2.0を期待していた方からするとまあ、残念に思う方も多いのかなという気もするんですけど、今回削除されてしまったことだったりとか。まあ、最近のラインナップ的にも今後単体で発売される可能性は低いんじゃないかなという風に思っています。でまあ、今。 街のものとしてはベインだったりとかまあ、ジョーカーの2.0まあ、3.0ですかね。まあ、アルツさンのものが発表されていて、リリースが待ち望まれているところだと思うんですけど、まあそういったフィギュアがある中でまあ、アルフレッドだったりとかまあ、ゴードン警棒とかねまあ、そういったキャラクターについても、今後ラインナップされれば嬉しいかな？という風には思っているんですけど、最近のラインナップを見ていても、まあ、その作品の中のま本当にメインのキャラクターしか発売されないところを見ているとちょっとね。今後発売される可能性は低くなっているのかな？という感じは思っています。はい、ということで、まここからこのセットについて詳しく見ていこうと思うんですけど、まあ、まずはね。バッターマンについてなんですけど。 アーマーについては先日の発表とこのものと同じなのかなというふうに思っていますね。カウルだったりとか、まあ、全体のアーマーがディティールアップされていて、まあ、彫りが深くなっていたりとか、よりはっきりとした造形に丸変わっているのが最大の特徴かなというふうには思っています。とてもクオリティ高くてかっこよくなってるなと思うんですけど、まあ従来のものと比べても、まあ、首が少し太くなっていたりとか、なんとなく気になっていたポイントがしっかりね改善されていて、まあ、全体的なバランスも良くなっているのかなというふうに思いますね。まあ、若干マッシさも増しているというか、肩のラインが改善されていたりとか、そういったところもしっかりとアップデートされたものになってると思うので。 かなりフィギュア自体はね、かっこいいフィギュアになっていると思います。でまあ、表面の光沢感も若干変わっていると思いますし、アーマーの造形のみならず、まあ、より高級感がある見た目にアップデートされているなというふうに感じました。でまあ、今回このラインナップについては、アーマーリセットとなっているので、まあ、アーマーを装着している姿と格納している姿をね、まあ、両方再現できるんですけど、脱いだ状態では空のカールを取り付けてディスプレイすることができるようになっています。でも、まあ、あと、よく見てみると、手首の部分にはね、まあ、カバーが付いていたりとか、まあ、脱がれたアーマーが格納されている様子を忠実に再現しているなというふうに思いましたね。 じゃなくてまあ、しっかりと脱いだ後の要素を再現しているというのがポイントが高いところだと思います。まあ、カールヘッドについては今作も眼球可動があるようなんですけど、口元の交換パーツについては1種類のみなのかな？というふうに思っていますね。真、まあ、顔というか、ブルースミンを演じているクリスチャンベールの口元をまあ、よく再現したような口元の交換パーツになっていると思うんですけど、少し口を開いている造形というのがねまあ、とてもリアルな見た目になっているのが素晴らしいと思います。で、まあ、このスーツについては可動域も気になるところかなと思うんですけど、まあ今回公開された画像を見ていると、ある程度ポージングは楽しめるのかなという風うには思いますね。めちゃ。 広い可動域があるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、肘の部分だったりとかしっかりとね関節曲がっている様子も今回公開されているということで、まあ、ポージングだったりとか可動域についてはま一通り問題はないのかなという風には感じますね。もともと僕自身このフィギュア持っていないので、まあ、これまで発売されているものどれだけ可動域があるのかとかねちょっと他のレビュー動画見てほしいなと思うんですけど、まあ、今回発表された画像を見ているとまあ、ある程度はポージング楽しむことはできるかなと思います。まあ、ライジングマンのアマリセットについてもそうなんですけど、まあこのバットマンのフィギュアについては最近ねほぼポージングを取っていないような画像しか出ていないと思うので。 もう少しプロトタイプ画像の中ではポージングとか撮ってほしいなっていう気もするんですけど、まあアーマリセットということもあって、まあ、比較的ポージングが好きのディスプレイルをする方が多いのかなっていう気もするので、まあ、もちろんしっかりポージングが楽しむことができると思うんですけど、画像のような素立ちで飾ってもとてもかっこいいラインナップにはなっていると思います。そして続いて、ブルースウェイン、あとはまあスガウヘッドについて見ていこうと思うんですけど、今回このスガウヘッドめちゃめちゃクオリティ高いなと思いましたね。ライジング版のアーマリセットのものと比べてもそこからさらに造形アップデートされているのかなというふうに思うんですけど、かなり自然な見た目になっているかなと思いますね。 ダークナイト版とライジング版ではやはりね、撮影した時期が違ったりとか、もちろん演じている俳優自身の顔の雰囲気なんかもね、まあ、若干変わるかなとは思うんですけど、まあ、これまでいくつか発表されてきたブルースウェイン、クリスチャンベールのヘッドの中でも、今回のものがトップクラスにクオリティは高いなというふうに思いましたね。このメーカー、まあ、例えば JND とかね、そういったメーカーの方がクオリティ高いのかなという感じの部分もあるんですけど、ホットウイズの中では今回このクリスチャンベールのヘッドとしては、今作が一番クオリティは高いなというふうに個人的には感じています。特に改善されているというか、これまで若干違和感があったのが、やはり目元だったりとか、眉毛の雰囲気がちょっと違う なと思っていたんですけどかまあ、とかねまあ、そういった細かいところまでしっかりと再現された素晴らしいヘッドパーツになってると思います。やはり真顔ではなくて少し口が開いているというか、まあ、若干表情がついているのもポイントが高いところかなというふうに思いますね。まあ、このスコアヘッドについても眼球角はあると思うので、目線を変えた状態でポージングとかを楽しむことができると思います。まあ,あ、とはこのスーツについてもね、めちゃめちゃかっこいいなと思うんですけど、映画の中でも登場したような縦のスライプの 3PS を着用 している、まあ、このブルースウィンの姿を再現したようなフィギュアになっています。まあ、手首には腕時計をつけていたりとか、このスーツ自体もかなりシルエット綺麗なものになっていると思うので、まあ、実際発売した時に、まあ、少し緩れたりとか、太い差はあるかもしれないんですけど、このまま発売されるんであれば、かなりクオリティが高いフィギュアになっていると思います。で、まあ、このブルースウィンについても、公開された画像を見ると、しっかりとね、フィギュアの関節は稼働すると思うので、まあ、ポケットに手を突っ込んだりとか、時計を覗いたりとかね、まあ、そういった細かいポージングをつけながら、フィギュアのディスプレイを楽しむことができると思います。そして、なんといっても今回の主役はこのアーマリーセットですね。 まこのあまりめちゃめちゃかっこいいというか、本当にロマンが詰まったようなセット内容になってると思うんですけど、開閉式の扉になっていて、中にはいろいろなガジェット類が詰め込まれているというようなね、本当に夢のようなセット内容になってると思いますね。LED ライトの発光ギミックもあるということで、天井の部分がいくつかの LED によって発光するようなギミックが搭載されているようなんですけど、かなり神々しく輝くというかね、本当に高級感があって、豪華なセット内容になってると思います。バットマンというと、いろなガジェットを使いながら敵と戦うというようなヒーローだと思うんですけど、なん劇中に登場したのかしてないかもわからないような、 細かいガジェットまで今回このアーマリセットに集め込まれているというのが、本当に素晴らしいポイントだなというふうに思いますね。まあ、この中にスーツをディスプレイするももちろんいいんですけど、まあ、やはりその前の部分にブルースウェインとバットマンのね。スーツを着た状態、ディスプレイしたりとか、本当にいろいろなプレイバリューを楽しめるようなセットのようになっていると思います。で、まあ、この余り自体は高さが36.5センチということで結構大きいのかなとは思うんですけど、それよりもね、まあ、重厚感というか、重さが大丈夫なのかなという感じはしますね。デトルフだったりとかまあ、ガラスケースなんかもね。まあ、やはり時間が経つと劣化してきたりとか中には割れてる方もいると思う。 のでそこに置いておいて大丈夫なのかなっていう方が少しあるんですけど本当にこのアーマリーの存在感というかね、まあ、豪華さというところで言うとかなり魅力の詰まったセットになっていると思いますそれでは続いて国内の情報を紹介していくんですけど、まあ、今すでに国内トイサピエンスの方で予約が開始されているということで今回はね国内トイサピエンスの情報を元に紹介していきますまず価格なんですけど価格については通常価格98,000円となっていて予約では10%分の88,000円となっていますそして発売時期については2025年6月頃発売予定ということで約1年後の発売を予定しているようです。 にににつついいいいいいてててはははライジング版ののののりセットについても 88, 円だったととと思思うううで、まあ、その時点かからは一応値上がりしてるこななふますね、まあ、このセット内容をクオリティでいくと、まあ、妥当というか、決して安くはないんですけど、まあ、高くはないかなという感じはしますね。GND スタジオの同じ6分の1スケールのバットマンアマリセットについては、価格が335,830円ということで、まあ、それと比べると、3分の1以下の値段ということで、かなりお得に感じるのかなという気はしますね。しかも、GND のセットについては、ほとんど可動域がないような、まあ、6分の1スタジオの扱いのフィギュアになっていた と思うので、まあ、今回ホットイズのものはしっかりね腕が可動したりとか可動域もある中で10万円を切る値段というのは妥当というか正直 JND がちょっと高すぎるかなという感じはしますね。まあ、一旦も JND を買うことはないので、のバットマンの情報というのはねほとんどスルーはしていたんですけど、まあ、今改めて調べてみてスタジオトイズで33万5千円という値段を見るとちょっと高すぎるというかね引いちゃいましたね。もてんこれ6分の1スケールのフィギュアなんだよなと思うくらいに若い値段設定になっていると思うので、もちろんクオリティはね JND も素晴らしいものにはなっていると思うんですけど、ヘッドン造形とか見ても正直個人的に。 いやはり、や分の1の稼働フィギュアというと、僕自身そこまでポージング撮らせることはないんですけど、まあ、それでもね、たまにポージング撮らせたりとか、フィギュアをいじりながら写真撮ったりとかするとね、かなりかっこいいというか、まあ、テンション上がるようなコレクションになると思うので、今回このダークナイト版のアーマリセットについては、本当にちょっと買うか迷うようなセットなようにはなっていると思いますね。特に限定数とかそういった記載はないので、すぐに予約が締め切ってしまったりとか、すぐに在庫がなくなるということはないのかなとは思っているんですけど、まあ、気になる方はぜひね、まあ、トイサペンスだったりとか、 そのうち国内のその他のサイトでも予約が開始されると思うので、気になる方はそれらのサイトから予約してみてください。はい、ということで今日はダークナイトシリーズの新作トイズ、バットマンアーアマリー with ブルースウェイン2.0についてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきました。まあ、個人的にはすぐに予約することはないかなと思っていて、まあ、本当にインアートの情報をね、心待ちにしている段階です。まあ一応半年くらい前ですかね、もう結構かなり時間経っているので、今続報がどうなっているのかわからないんですけど、ダークナイトシリーズの6分の1のフィギュアについても開発は進んでるというのはね、ス,ストーリーが上がっていたので、期待はしているんですけど、 今回のこのののここホットイズの発発表表を受けてどれれくらいいいまた発表が遅遅延すするるるとととととううかね遅れるのかねねちょっと気になるところです、ね、確か、ザ・バットマンの時についても、まあ、インアートが発表した直後に、ホットイズの方が正式に発表して、そこから半年くらい明けて、フィギュアの予約が開始されたような流れだったと思うので、このダークナイトのバットマンについても、開発が進んでいるとすれば、早くて夏頃に予約が開始されるか、まあ、イベントの中で展示があるかなとか、そのくらいかなと思っています。まあ、そこでも展示がなかった場合は、ちょっとね、諦める方がいいのかなという感じもするんですけど、せっかく、インアート版のジョーカーを いるのでこののダーークナイトトトバットマンににについいいいいいてても個人的ははね、まあ、いいアートで揃えたいなという,ふうには思っています。今回このアーマリセットについて、まあ、単体の展開とかがあればね、ぜひ予約して購入してみたいなとは思っていたんですけど、まあ、ラインナップはアーマリセットしかないということで、ちょっと今回についてはまあ惜しいんですけど、諦める方向で考えているところです。この動画を見てくれている方の中でもね、1.0を持っていたりとか、まあ、そもそもライジング版のアーマリセットを予した方もね、かなり多いのかなとは思っているので、その中でも買う方がいれば購入決めたポイントとかね、まあ、コメント欄などで教えてくれると嬉しいと思います。 もちろんフィギュアのクオリティ、このバットマンもブルースウェインも、そして格納庫もね、クオリティはめちゃめちゃ高いものになってると思いますし、まあ、ロマンの詰まったセット内になってると思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ファンの方だったりとか気になっている方は、トイスペンスなので予約してほしいなというふうに思います。トイスペンスのリンクについては概要欄にも載せているので、気になる方はね、そちらからさらなる詳細覗いてみてください。ということで、この動画参考になったり、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。概要欄に僕の X だったり、インスタグラムリンクも載せて、そちらもこれもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。